本を売らない本屋さん、アルカネットブックスにようこそ。私はアンバサダーのアルカネットです。今日は皆様に報告したいことがございます。当チャンネルは4ヶ月のブランクの末、7人ものチャンネル登録者を得て61名様になりました。大変長らく放置してしまって大変申し訳ございませんでした。これからはアンチスピリチュアルと本の要約とゲームをゆっくりチャンネルとして再出発したいと思います。それにはいくつかの理由がありますので、先に報告いたします。去年2021年10月1日に代表の父が亡くなりました。79歳でした。そんな中で遺産相続も無事に済み、三重県社会福祉協議会の管理のもと分割で受け取ることと相成りました。分割で収入が得られるので、今まで YouTube 活動をやることに必死さを必要としなくなったのです。安定した収入が得られるので、収益化を気にする必要がなくなったのです。そのあたりで肩の荷が下りてかなり楽になったと思います。そしてゆっくりでも安心して投稿できる手が整いました。これからは動画配信を趣味にすることでより楽しい動画が上げられます。ハングリー精神は薄れてしまいますが、本業があるのでそちらを優先したいと思います。これからはゆっくりチャンネルをよろしくお願いしますね。当分の間は本の要約とゲーム解説などやっていきたいと思います。またアンチスピリチュアルの方向で固めていきたいと思いますので、スピ系を脱出したい皆様の参考になれたらいいかなと思います。風水グッズもほとんど処分してしまいました。あるのは玄関の八角鏡ぐらいです。これからは時間が取れたら電子書籍とゆっくり動画の執筆に集中したいと思います。チャンネル登録をした皆様の期待に応えられる動画を作りたいと思いますので、気長に待っていただけたらと思います。ついでにアルカネットブックスから出ている電子書籍の紹介をします。まずは朝を支配するモーニングルーティン入門。これは朝をうまく活用することであなたの人生が変わるというものです。次は今すぐ使える節約術16選。こちらは今すぐ使える節約術を16個ほど選びました。両方とも Kindle Unlimited でしたら定額で読み放題なので、ぜひ活用してくださいね。そうではない方はワンコインで買えます。またこの動画が気に入ってくださったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますね。いつもご視聴ありがとうございます。これからもこの私、アルカネットと一緒に勉強して、より運気を高めていきましょうね。アンバサダーのアルカネットでした。それでは、次回も。